こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はこの連打、片手で連打、このロールですね。お、すごいと思うかもしれないですけど、意外と簡単です。持ち方としては、こうギュッと握って、ギュッと握って、で、このリムショットに、これ遠いとできなくなるので、これをギリギリ近づけます。で、こう上からこう押してあげるときに、このままギュッと握ってると、このまま要は入れて、こう押し付けて抜くみたいなイメージです。イメージ的にはこういう。で、もう本当はポイントはギュッと握って、このリムショットに近づけるとすぐできます。あとは音を揃えて、まあ、なかなかこれ左手でできるといいんですけどね。これを今左手で練習中、意外とできない。ギュッと握る感じと安定させる感じがちょっといるので、これ左手でできてね、右手で。練習するとすぐできると思うので、ぜひやってみてください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。